熊本学園大学で行われた閉校式。およそ30年続いてきた介護福祉士を養成する課程を今年度いっぱいで取りやめました。原因は入学希望者の減少。式では現役の介護士から人手不足を嘆く声が聞かれました。介護福祉がちょっと足りなくなってる、ヘルパーさんがいないっていう実際にあっております。でケアマネージャーも今募集しても入ってくださいません。この介護職離れに新たな取り組みが始まっています。人手が足りないのはもう間違いないわけで、外国人介護人材の導入というのもどんどん進められてますけれども、それで賄えるかというとなかなか難しい部分もありますし。熊本市西区の特別養護老人ホームです。施設の入居者はおよそ60人、そのうちの15人が常時介護が必要な要介護5の利用者です。職員1人で入居者20人ほどをケアする時間帯もあり、施設として入居者の安全を確保するには肉体的にも精神的にも負担がかかっていました。その課題を解決するため、この施設が用いたのが新たな人材確保ではなくデジタル技術でした。こちらが今うちで使っている見守りセンサーになります。この見守りセンサーは入居者の動きを赤外線で察知し、リアルタイムで職員のスマートフォンに通知する仕組みで、プライバシーにも配慮されています。動いたり転倒される方が多いので、やっぱ15分おきにとか今まで見てたんですけど、やっぱこれのおかげで、あ、今は寝てるな、あ、動きそうかなって思った時は行ったりとかっていうので、とても助かってます。このモニター機能は職員の負担軽減だけではなく、入居者にもメリットがあるといいます。ちょっとでもドアを開けただけで、その利用者様が目を覚ましたりとか、その不眠につながったりされる方もいるんで、その動画でその確認することで安心して朝まで寝れるっていう生活を提供できています。このようなデジタル介護は他の施設でも進んでいます。熊本市中央区黒上にある高齢者福祉施設です。食事や排泄など日常生活上の介護や身の回りの世話を行っています。こちらの施設で5年ほど前に導入したのが介護ロボットです。入居者をベッドから車椅子へ移動させることができます。どうしてももう2人で抱えないといけないっていう方に対しては、リフトがあると1人でできるので、私がこの1人を寝せてる間にもう1人が別のことができたりとかですね。今浮いてる。浮いてます。すごくただ座ってるだけの姿勢で楽な感じで移動できてます。体重90キロ近くある記者の体も簡単に持ち上がりました。この他にも立ち上がりを解除するロボットなど、介護の人材を補う機器を導入して業務の効率化につなげていました。今までは職員も入ってたし、入居者の方も立たせられてた感じがあったと思うんですけど、これをもう吊り上げられてる感じで、全く筋肉の緊張はないです。介護の現場ではロボットに対し抵抗感も聞かれる中、なぜ導入に踏み切ったのでしょうか。職員の負担軽減というのはもちろんなんですが、利用者の負担軽減や安全安心、あとご家族の利便性の向上、そのためにこういった機器を活用するというコンセプトで、全国ではさらに進化したロボットやセンサーなどが活用されている介護業界、利用者と介護者それぞれの負担が軽減できる取り組みが進んでいます。